こんにちは、K2 です。初恋ピアノ初級 A メロ動画の今日は2になりますね。小節で言うと3、4小節です。この両手を練習します。ではこの A メロの1小節目から今日やる4小節目まで一度弾いてみます。では早速説明していきますね。まず右手ですね。右手は1、2、3、2、1、そして5で、はい、これは前回のですね A メロ動画の1で練習しましたよね。ここと全く同じです。このあとですね4番5番4番でソラソと弾きます。ではここ一回流して弾いてみます。はい、このようになります。ではここでのですね、まあ注意点なんですけども、ドレ、まずソと弾いた時に5番で弾いてますよね。このあとソーラーソと弾く時に指を置き換えます。5番から4番にですね。はい、ここですね注意して練習してみてください。はい、では左手説明します。左手もですねもうシンプルです。まず3小節目は4番2番でドとミですね。ここは1小節目と一緒です。はい、そして次の4小節目の時に5番と3番でシとレを1回弾いて、その後2番と1番でミとソを弾きます。ここですね。はい、1回流して弾いてみますね。はい、このようになります。まだここも左手だけだったらシンプルですよね。では右手と合わせる練習ですね、していきましょう。まず左手先に弾きます。はい、次右手ですね。はい、この後左手です。今度は、はい、次に左手が4番でソを弾き直して、5番でラを弾くときに左手ですね、左手が2番と1番でミとソを弾きます。次が同時ですね。はい、そして右手が最後に4番でソです。1回流して弾いてみます。はい、このようになります。ではゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。どうでしたかね。ではここですね、右手左手両方弾けるようになったという人は次の動画ですね、 A メロ動画の3に進んでください。では最後に初恋ピアノ初級のサビ1の動画からですね A メロの4小節目まで両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。